前下シエナ大聖堂付属美術館、ルチェンライの聖母ウフィツィ美術館かナの根源、ドッチョデブオニンセイニャは、ゴシック期のイタリアの画家。13世紀末14世紀初頭に、シエナで活動した。その様式は、ビサンティン絵画を基盤としながらも、人間描写や空間把握は、現実感を増している。チマブーエ、ジョットと共に、ゴシックとルネサンスの橋渡しをした。 西洋絵画史上重要な画家の一人である。イタリア中部の都市シエナは、独特の絵画の伝統を持ち、シモーネ・マルティーニらの巨匠を輩出している。ツッチョはシエナ派の祖とみなされ、ヨーロッパの絵画が中世からルネサンスへと移る節目に、位置する重要な画家の一人である。ツッチョは、国際ゴシック様式の形成にも関与し、彼の影響を受けた画家には、シモーネ・マルティーニ、 ピエトロとアンブロージョのロレンツェッティ兄弟などがいる。ズッチョの少年は、はっきりしないが、1255年から1260年頃に、シエナで生まれたと考えられている。彼の美術家としての活動が最初に記録されるのは1278年で、この年ズッチョは、シエナ市政府のために文書箱や修税帳簿の表紙の、装飾などの仕事をしたことが記録に残っている。 代表作としては、フィレンツェのサンタマリアノベラ聖堂にあった、ルチェライの聖母と、通称される聖母子と六天使及び、シエナ大聖堂のために制作された、マエスタがある。ルチェライの聖母誌は、長らく、チマブーエの作とされていたものである。シエナ大聖堂の、マエスタは、ズッチョの代表作で、完成時には、シエナの市民たちが、 この巨大な絵を担いでずっちょの工房から大聖堂へ運んだという。横長の大画面に玉座の聖母子と諸聖人、天使を表したもので背景を近似とする点や聖母を他の人物たちより一段を大きく表す点はビサンティン風だが人物の人間的な表情や仕草、着衣のひだの自然な描写などにルネサンスへの歩みが感じ取れる。 この作品は理面に、キリストの受難の諸場面を表し、ピナクルやプレデンラにも様々な場面が描かれていたが、これらピナクルやプレデンラは分割されて、一部は他の美術館等の所蔵となっている。この他、シエナ大聖堂のステンドグラスのデザインもドゥッチョによるものとされている。ドゥッチョの1300年頃の作とされる一体の聖母誌は2004年11月、 ニューヨークのメトロポリタン美術館によって4500万ドル以上の高値で購入された。これは同美術館による一作品の購入金額としては最高記録であった。しかしコロンビア大学の研究者は様式的観点からこの絵を19世紀の偽作としている。ありがとうございます。